おはようございます、ジャン君。そこ気になりますか？なんかムズムズしますか？今日はですね、朝一回トイレに行って一度、甘えに来てポンちゃんと一緒にここで、ちょっとまあ日向ぼっこをして、そしてまた行くというトイレに行くというのがありました。ここまでの、頻繁にトイレに行くジャン君の場合はトイレに行って一旦、まあ、水をまた飲んだりしてすぐにまたトイレに行くというペースだったので、今朝の感じからすると少し間隔は空いています。このままだんだん、治っていく方向だと、嬉しいんですけれども、いずれにせよですね、どっかのタイミングでおしっこがちゃんと膀胱に溜まった状態で、病院に行けるようにしたいと思っています。まずはそうね、薬がまだ今日で4日分の4個分だから、あと今日飲んであと4日、今週いっぱいぐらいは、ちょっと様子を見るっていう感じになるかなというふうに思っています。頑張れちゃんくん、治れ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 残り4粒ね。はい、では治れ治れ儀式です。はい、治れ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 、はい、ちゃんくん治れ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 、ちゃんくん治れ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 、ちゃんくん、はいはい、はい、移動してきました。ジャン君来ました。はい、治れ治れ治れ、はい、はいはい、ジャン君、ジャン君治れ治れ、ねえジャン君、いい子ちゃんね、なおれなおれ、ジャン君、なおれなおれ、ジャン君、ジャン君、ジャン君、ひこね、ジャン君、ひゅく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 、ひゅく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 、ジャン君、また夕方お薬飲もうね。はーい。お、いい子だね、いい子だね。おしっこは溜まってなさそうだな。そうなの？さっき言ったからね。うん。うん。いくら？病弱なはずのジャン君、ジャン君どれだよ、こっちにポンちゃんかわいそうじゃん。ポンちゃんちょっかい出されちゃったね。ポンちゃんもさ、半分ここ開けてあげるっていうのはどう？そうすると並んであったかいよ。あ、寝てたのか。そうだね、寝てるとこ起こされたね。またトイレ行ってる。さあ、今回はどうでしょうか。
量は分からなかった。どんな感じですか？続いたか。そんなにすぐには行きたい感じではないのかな。どうですか。そのままお休みになってはどうですか。お休みにならずにトイレにまた行くのかな。やっぱりまだ少し変な感じあるか。ダメだね。はい、ゆっくり行きましょう。はい、ジャン君落ち着いたね。今ちょっと走り回っていましたが落ち着いたのでここでお休み。はい、治れ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 。これでまた寝ちゃえばね、様子ないかな。寝てくださいよ。ねえ、のんちゃん。ゆうちゃんくんはある程度落ち着いてここでお休み中です。上に布団をかけるのは嫌なんだそうです。あ、ぽんちゃん。ぽんちゃんも遊びに来たけど。あ、そっち入る。どうぞ。ジャック、おこたの中、ポンちゃん行きましたよ。まあ、そっとしとこう。トイレに一回入ってちょっとぐるっと回ってまた入ってそしてここへ来て寝て1時間そんな感じですね。ジャン君はもう一回言いますね。一回トイレに行ってぐるっと回ってすぐまたトイレに行ってそこから1時間寝ました。で1時間寝たところで、目が覚めて一度行きました。トイレにね。で、今こうしています。そしてご飯の用意を
待っていたところです。どうぞ。そういえば続けて2回行くことはうんちをしに行くときとかは前にもあったのがあったんだよね。そういうやり方ではあったんだよね。ただうんちは出なかったみたいなので、うん、いわゆる頻繁に続けていっているっていうことではないんですが、完全に治っているとも言えない、なんか政治家の答弁みたいな、あーでと言うでもなくこうでもなくみたいな感じです。頑張ってます、ジャン君。治れ。ジャン君、はいはい、少しずつ治ってきていると思われるジャン君です。甘えるスタイルは変わりません。はい、ジャン君、はい、ちゃんと毎日欠かさず、薬を飲んでいます。来週にはもう一回行こうかね。はい、あ、くすぐったい。あれ？これか。これですね。はい、どうぞ。いらっしゃい。わかりやすいの、ね、これがさ、またなくなったらどうすんの、君。そのうち、朽ちるんだよ、これも。よくだろうね。でした。もうふっかふかだね。毎日ブラッシングしてるもんね。はい、ふかふかくん。